Hey guys, this game was provided to me by my partner PlayAsia. If you'd like to buy the game, you can use one of the links below. And for an additional $3 off, you can use the code R3D. Now, back to the video. またお会いできてよかったですわ。どこか調子の悪いところはありませんこと？看病が必要でしたらいつでもおっしゃってくださいまし。実は私、前回皆様にお会いした時のことをよく覚えておらず、一体何があったのでしょう？覚えていない？どういうこと？私たちが問題を報告したとき、解析の途中でエラーが起きていたので、前後の履歴がリセットをされたんだと思います。なるほどです。現在 GM が調査中の件ですね。まあ、とにかく、ブーケちゃんが大丈夫そうでほっとしてよ。ネプテューヌの言う通りですわ。本当に心配しましたのよ。ご心配をおかけしたようで申し訳ないです。それじゃあ全員揃ったことだし、早速ミッションクリアしちゃおう。それでは4つの祭壇に神器を捧げてくださいです。それじゃあ順番に置いていきましょうか。ああ待って待って、せっかくだからさ、4つ同時にせーのーで置かない？いいですわね。ではこういうのはいかがかしら。姉妹同士で一つの神器を持って捧げるのですわ。あれ、それだとゼールは一人になるんじゃない？あっ、ネプギアは譲らないよ。ネプテューヌはネプギアちゃんと一緒で問題ありませんわ。今回の私のお相手はもちろん、ブーケちゃんですわ。はにゃ、ゼール様？私は NPC ですし、プレイヤーさんのイベントに参加だなんて、とんでもないです。手を添えるだけならいいでしょ？それに、ここまで一緒にストーリーを進めてきた仲間ではありませんの。ブーケちゃんと一緒に女神降臨を達成したいのですわ。わかりました。それでは皆様、祭壇の前へ。お姉ちゃんたち4人で置いてもらえばちょうどいいかなって思ってたけど、やっぱり一緒だと嬉しいなって。ネプギアったら、はしゃいじゃって。仕事以外でお姉ちゃんと一緒に何かする機会なんてあんまりなかった気がする。本当にごく稀に一緒にお菓子を作ったり、そのぐらいかしら。どうしたのユニ、ぼーっとしちゃって。もしかして緊張してる？ああそんなことは。新規を置くだけの簡単なお仕事だもん、どうってことないわ。お姉ちゃんが真ん中で持っててね。ワクワク。3人だとちょっと狭い。ねえねえ、まだ置いちゃダメなの？フライングはダメよ、ネプテューヌが合図するから。女神降臨という悲願の成就が姉妹初めての共同作業だなんて運命的ですわね、ブーケちゃん。そんなにコチコチにならなくても大丈夫ですわ。それじゃあみんな、せーのでいくよ。せーの。
上と深海とが虹の橋によって結ばれたのです。このゲートの向こう側に。はいです、夜女神様の住まう深海が広がっているです。ゲームの中の出来事とは言ってもなかなか達成感があるものね。感動に浸るのはまだ早いですわ。さあ早速女神様に会いに行きましょう。うん、みんなで深海へレッツゴー。深海なんだね。よくぞここまでたどり着きました。選ばれし者たち、ずっとずっとあなたたちに会う日を心待ちにしていました。他のゲームではこの姿に変身するんだよ。いや本当、今遥か太古に封じられし災いが再臨しようとしています。この世界を救うためには私たち四女神だけでなく深海で加護を受けた選ばれし者たちの協力も不可欠。どうか力を貸してください。もちろん、もとより魔王との戦いには挑むつもりよ。でも変身した自分自身にそっくりなキャラクターと話すなんてなんだか不思議な気分ね。本当にお姉ちゃんだわ。やば、なんでかしら、ちょっと泣きそうかも。今一度問います、あなたたちに世界の命運を託してもよろしいのですね。ねえ、望むところよ。心置きなく任せてちょうだい。わー、お姉ちゃん綺麗、ふわふわ。ねえロブちゃん、今度あんな感じの羽を作って女神様ごっこしましょう。ラムもラムも、もともと女神でしょ。あなたたちの意思、確かに受け取りました。必ずやり遂げてくださると信じています。私たちは地上に降臨するとともにあなたたちに直接加護を授け、さらなる力を与えると約束しましょう。ありがとうございます。女神様も AI で動いているということはきちんと会話が成立するんですのよね。私感激ですわ。これからブーケちゃんみたいにいろいろお話できたらいいですよね。魔王の力はとても強力です。ですがここにいる全員が一致団結すれば勝機はあります。力を合わせて魔王を倒しましょう。決戦の時は迫っている。さあ共にアルスナルドへ。ええ、ルーケちゃんも女神様との対面を心待ちにしているはずですわ。一気にパーティーの戦力が充実したね。よーし、これだったら魔王なんか目じゃないよ。もちろんよ、女神の力見せてあげるわ。さすがお姉ちゃん同士、すっごくいいコンビになりそう。皆様お帰りなさいです。改めまして女神様、ご尊顔を拝しまして光栄の至りです。どうかこの世界に迫る危機を払いのけていただきますよ。ブーケ、選ばれし者たちをよく導いてくれました。今後もロイヤルガイストとして地上の民を助けてください。はいです。それじゃあ私からも改めまして、よろしくね。もう一人の私。私があなたですって、意味がよくわからないわ。当たり前だけど、ゲームの中の女神様には伝わらない設定のようね。
あの、今のは気にしなくて大丈夫です、お姉ちゃん。お姉ちゃん？ごめんなさい。見た目も声もそっくりだから、つい癖で。何はともあれ、無事に地上へ降りることができたわ。私たちはいつでもあなたたちのそばにいます。これからは共に戦いましょう。